秋葉原クロスフィールド秋葉原大ビル秋葉原大ビルは東京都千代田区外神田の秋葉原クロスフィールド内にある超高層ビル。秋葉原クロスフィールドの山岳連携を担う中核施設として2005年3月31日に開業した超高層ビルである東日本旅客鉄道秋葉原駅の北西側に隣接しており歩行者デッキによって 秋葉原オックスと連絡している。建築物としては、基準外科室面積は、高層階が1499.93平方メートル、低層階が1447.84平方メートル、延べ床面積は5289.59平方メートルあり、オフィスフロアはメインテナントとして、日立製作所が入居している。JR 東日本秋葉原駅から徒歩1分。 つくばエクスプレス、秋葉原駅から徒歩3分、東京メトロ、日比谷線秋葉原駅から徒歩4分、東京メトロ、銀座線末広町駅から徒歩5分と、交通利便性が非常に高い。断熱効果の高いローイー服装ガラスによるカーテンウォールを全面的に採用しているほか、電気、ガス併用熱源及び大温度差方式による、送水、送風システムを導入して、 省エネルギーと CO2 削減を実現している。これにより、第21回空気庁は衛星工学会新交渉を受賞している。秋葉原大ビル駐車場、秋葉原大ビルの地下には自動車112台が駐車可能な駐車場、秋葉原大ビル駐車場がある。基本は有料だが、秋葉原電気街振興会加盟店の駐車サービス券取扱店舗で買い物をすると、 一定時間無料となるサービスが行われている。なお、当駐車場は2007年3月に第3回日本ベストパーキング賞優秀賞を受賞している。ありがとうございます。